なんだこれ。そんな、これは領域。領域？こんなに汚れてるのは。スレイさん、逃げましょう。領域は強い力を持つ者が身にまとうものですの。そこに善悪も汚れも関係ありませんわ。けどじいじがそうだったろ。この領域の主に僕らの侵入は悟られてるはずだ。熱の使徒ドラゴンやばいな。こんなの逃げるのは不可能。私のせいですよ。自分の記憶を頼ってドラゴンなどいるはずないと高をくくってしまった。じゃあこのドラゴンは最近現れたってこと？まさかあなたはエドナさん？ああ、エドナさん、まさかあなたがドラゴンになってしまうなんて。そんなわけないでしょ。え、エドナさんが2人？だからなんでそうなるの？ダメよお兄ちゃん。お兄ちゃんってもう私の声も届かないのね。来るわ、全力で逃げて。彼女が探してた天族のライラ。はい、話してる場合走って。水の天皇派気を受けて。汚れを払い加護をもたらせ。陸の兵器か生き残るのが優先だ。まったく。バカなの？え？なんなの？ドラゴンバスターの有名が欲しかったの？エドナさん！ドラゴンになってしまったのかと、本当によかったですわ。あなたは相変わらずね。そのマイペースな性格、直した方がいいわ。僕たちは君を探しに来たんだ。じゃあ迂闊にドラゴンの領域に入ったの、やっぱりバカね。こいつ、ごめんなさい。まったく。で、え、私に何の用かしら。あ、うん、俺はスレイ。君の力を貸してほしいんだ。壊れた橋を復旧できるように橋の基礎を作ってやってほしい。無理ね。私は人間が嫌い。自分本位で感情的。困った時だけ私たちに頼ってきて本当面倒。それにお兄ちゃんを置いてなんていけないから。お兄ちゃん、あのドラゴン。そう、彼はアイゼン。私のたった一人の家族よ。けどエドナだっけ、ここにいるのは危険すぎる。そうだよ、何か考えがあるのかい？それは進める方法を探してたけどどうにもならなかったわ。俺なら沈められるかな。知らないの？ドラゴンとして実体化してしまうと浄化の炎でも沈められないんですの。それじゃあエドナのお兄さんは救えないのか。殺すしかない。まあできればの話ね。それに殺すことで救えるやつもいるかもよ。認めたくはないか。とにかくエドナ、ここは危険だ。俺たちに協力してくれとは言わない。せめて離れよう。そうした方がいい。あなたたちには関係ないわ。けどエドナさん、放っておいて。協力してもらうのは難しそうだ。それは別の方法を考えよう。それよりこのまま彼女を置いていけない。そうですわね。しょうがない、追いかけよう。行くぞミクリオ、氷を畳みかけろ。これでどうだ。大丈夫かみんな。はっ、コガハマン氷を消えろ。氷を乱集まれ狂気。はっ、畳みかけろ。行くはない。おとなしく眠ってくれ。気を受けて。はっ、今度は氷拡散する。終われない。フリーマン畳みかけろ。僕も負けるか。まだだ。推進将来攻撃力は高い。防御を受け取るな。早急の12連、うがつはアギト、爽快の8連、全てを貫け。バケシ剣のマイチレ、早急の12連、狙い撃つマイチレ、早急の12連、狙い撃つ5連解放、一連クアマイチレ、全てを貫け。狙い撃つ。これで勝利だ。スレイ、準備はできてるよ。ケチラ、逃がさない。投了弾、氷をタウン、場を払う。結構やな。剣の際、逃がさない。まだだ。まだだ。まだだ。負けるか。負けるか。まだだ。コガハマン。まだだ。円月に甘く見ないことだね。エドナ、これはあなたが弔ってあげたの。俺にもそれぐらいはできるから。そうエドナ。何、いくら危険でもここを離れるつもりはないわよ。なら一緒にアイゼンを沈める方法を探しに行こう。話したでしょ、方法なんてないわ。本当にそうなのかな。あ、天族も同志もドラゴンも本当にいたからさ。この世界にはまだ明かされていない伝説がいっぱいある。きっとドラゴンを沈める方法もどこかに眠ってるんじゃないかな。また始まったよ。うっせえ。それを信じろっていうの。うん、無理かな。分かったわ、スレイ。一緒に行く。エドナさん、言っとくけど。何？どうしてもここから連れ出したいのなら、引っ張ってでも連れて行けばよかったのよ。伝説を追いかけるとか、自分を信じてとか、そんなので女の子を誘うなんて時代錯誤、説得力ゼロ。そう言われてもスレイには無理だな。さあライラ、陪審の契約を。ちょっと待って、そこまでは。誘ったのはそっちじゃないかしら。そうだけど、いずれにせよここを離れるのなら新しい器に移らないと。すぐに穢れに侵されてしまうわ。そこまで考えなかったのかしら。ああ、バカね、本当に。さあライラ、本当によろしいのですか。エドナさん、人間はお嫌いなのでしょう。人間は嫌いだけど、この子は嫌いじゃないわ。ありがとう、エドナ。約束よ。アイゼンを救う方法、きっと探し出して。一緒にね。毅然たる現れに宿り生まれし者よ。今、ちぎりをかわし、我が高校たるたけり、正常へ至る輝きの一助とならん。汝、承諾の意志あらば、その名を告げん。ハクディム・ユーバ。これ使って。エドナさん、器となりうる神器を持ってたんですの？やられたね、スレイ。女心は難しい。さあ連れて行って、世界に。うん、よろしくエドナ。ねえ水の坊や、名前は？僕はミクリオ。坊やじゃない。聞かない名前ね、ミクリオ坊や。好きに呼んでくれ。じゃあミボ。ミクリオと呼んでもらう。いいね。うん、しょうがない。エドナさん、もうカカア殿下ですの？そう。ちょっと待ってくれないか。意味がわからない。もう頭ん中で漫才しないでくれ。君は棟梁って呼ばれてた人だな。俺は本当に同志なんだ。信じてもらえないかもだけど。本物か偽物かなんて関係ない。何者かの加護領域を感じます。なんだって。今のは君じゃないな。過信症同志級の霊能力を持っているのか。ですがこの人は私たちが見えていませんわ。おしゃべりはここまでね。この子強いわ。分かってる。おゆる熱心演武熱戦。ハグは縁談。強い。つい逃げた方がいい。一度お下がりください。おゆる熱心演武熱戦。2点突破。火の信念。ここじゃ終われない。おねだれ。の顔領域を感じます。なんだって。燃ゆる攻撃。焼き尽くせ演武熱戦。レイさん意志を強く持っている。一度同志級の霊能力を持っているのか。ですがこの人は私たちが見えていませんわ。おしゃべりはここまでね。この子強いわ。分かってる。眠りよこうねえたれ。全力で行くぞ。何者かの加護領域を感じます。なんだって。燃ゆる攻撃。焼き尽くせはゆるレイナ。こいつ生き残るのが優先だ。あれ追ってこない。どうやらあれは腰入れしたのではないようですわ。その証拠にあの人に反動が出てしまっている。あれはデゼルさん。知っているのかライラ。流浪を好み最強と歌われた傭兵団を気に入って共に旅をしていたと聞いていますが、どうして暗殺者に。その傭兵団に何かあったのかしらね。訳があるんだな。暗殺者と共にいなければならない何かが。それにしても暗殺者と共にいて氷魔になってないなんて。あの暗殺者が汚れを生んでないんだ。まさか。純粋で清らかな心を持つ人は汚れを生まない。あの暗殺者はスレイさんと同じなのですね。暗殺者が純粋で清らかだって。そんなことってあるのか。見た通りよスレイ。本物か偽物かなんて関係ないか。ライラ、これが君の言う同志の宿命なんだね。そう。人間はあなたの気持ちなんて考えもしない。でも仕方ないのよ。それが人間なんだから。はい。これだけは耐えるしかありません。タフなのが取り柄でよかったなスレイ。まったくだ。スレイさんお願いします。蹴散らす瞬撃、これでどうだ。さあよし、瞬撃、これでどうだ。甘い剣の気は逃がせ。大丈夫かみんな。我が日は狂うしき被弾。剣の気は瞬撃、これでどうだ。我が日はシャカ。剣の気ははい、終わりです。やっぱり協力してもらえないのかい。同志は天族を司り操るものでしょう。好きにすればいいわ。そんなの嫌だ、道具扱いじゃないか。エドナが嫌なら別の方法を考えるよ。どうしても女の子からやらせてって言わせたいのね。じゃあスレイさん、汚れますよ。変なやつだと分かっていたつもりだったが。何なのその使い古された反応。もういい、最初から手伝うつもりだったわ。はあ、お礼は？ありがとうございます。